では次のバンドの紹介に移りたいと思います。痛み市立痛み高等学校一板ジャズアンサンブルの皆さんなんですが、こちらの学校も本当にね53人で本当に1年生2年生だけで53人もいるということなんで毎日、楽しく活動されております。でこの夏に開催されたジャパンスチューデントフェスティバルでは、兵庫県知事賞を、受賞されました。素晴らしいバンドです。2曲演奏していただきます。1曲目はココナッツシャンペイン、そして2曲目はアッパーマンハッタンメディカルグループ、2曲目には、テナサックスを、吹かれます、フリア・ミツヒロがソロで参加されます。では演奏していただきましょう。痛み市立痛み高等学校市板ジャズアンサンブル。